現代日本学プログラム予備課程コーディネーターの山田智久です。MGSP はバイリンガルプログラムであるため、英語だけでなく日本語力も求められます。この日本語力を徹底的に鍛えるために作られたのがファウンデーションコースです。で、このファウンデーションコースには2つレベルがあります。で、1つはレベル1で、これは日本語を全く学んだことがない学習者向けに作っているものです。で、レベル2というものは日本語をある程度学んできている、もしくは自分で学習してきたという学習者のために作ってあるレベルです。で、この2つのレベルを持って MJSP での4年間の学習を支えるための日本語力を徹底的に学ぶ5ヶ月というのがファウンデーションコースの位置づけです。ファウンデーションコースは日本語力だけでなく、もう一つ大事な役割を担っています。それは異文化に適応するための時間ですね。国大での生活、または日本での生活、これに慣れるためにしっかりと大学が支えていくと、それをするためのコースがファウンデーションコースということになります。つまり日本語力、学習面でなく生活面からもしっかりと支えていく、これがファウンデーションコースの位置づけになります。ファウンデーションコースでは特に大学でのアカデミックな場面を想定してカリキュラムを作っています。で、具体的にどのレベルまで達成できるかということですが、レベル1、2というものがありまして、レベル1では JLPT という日本語の代表的なテストがあります。これの3級から4級に受かるレベル、もしくは CEFR ヨーロッパ共通言語参照枠というものがありますが、CEFR の A2 から B1 ぐらいに達することを想定して作っています。で、具体的な数値をもう少し話しますと、単語数でいうとだいたい4000語ぐらいで、漢字で365ぐらいのレベルを学ぶのがレベル1です。で、その上にあるレベル2というもので学ぶのが、先ほど申し上げた JLPT の2級から3級、そして CEFR の B1 から B2 というものです。で、これは語彙数にするとだいたい5500ぐらいの語彙で、漢字で言うと600ぐらい、これぐらいのものを学ぶのがレベル2です。このレベル1と2を持って全ての学習者をカバーするようにできています。MJSP ファウンデーションコースは非常にインテンシブで、英語で言うディマンディングなコースだと思います。で、そのためこの5ヶ月は大変な苦労をすると思います。で、その代わりこのコースで得られる知的刺激というものは少なくないと私たちは考えています。 MJSP は世界中から学生が集まってきていますので、異文化に触れるということはもちろんですし、同じ目標を持った学生たちと努力をしていくということは大学4年間だけでなく一生続くものになるだろうと私たちは考えています。ぜひ新たな挑戦をしてみたいという学生は応募していただきたいなと思います。